西村ですすよろししくお願いします <laughs>、えー、森村先生ありがとうございますと言いたいんですが今お話があったように、えー、森村、ね、西村という関係でありましてなんか、えー、謝辞をというのは言いにくいお互い言いにくい。<laughs> いう関係ですがあの本当に森野さん花粉の,の紹介ありがとうございました、えー、それとあのちょっとお断りがありまして実はあの経済学部の戴冠、えー、する退職するこあの教師が、えー、講義をする場所は大体向こうの法径7番教室と決まっておりますところが私こういう異例の場所でさしていただくという光栄に 預かることになったちょっと理由がありましてそれは今回私のようなものの講義はあんまり面白くないから東大一流の経済学者を集めて面白い話をできないかということを考えついたのがこの動機でありますでこのあと一橋斎藤先生大阪大学大竹先生 東京大学岩本先生それから司会の京都大学の井田先生にシンポジウムに加わっていただくということを企画いたしましたで、あの私が言うのは変ですが今名前を挙げた4名は本当に今東大一流の国際的にも名の知れた日本の経済学者であります でそういう人を前に私の内容をコメントしていただくというのが今日の趣旨でありますがちょっと実はそういう意味でドキドキキしておりますこれからご紹介いたしますが自分としては講義に関しては相当ずっと長くやってきているので、まあ、誰でも大体適当にできるという自信は教師であればこの年になればあるのですが。 今日は実はあの最初からちょっとお断りがありまして、えー、すぐこの後でご紹介いたしますが私自身は、えー、結構難しい話を簡単に言う自信があります。ところが実は後で、えー、非常に怖い3人の先生が待っておりましてちゃんと知的水準の高い話をしないとバカ、えー、にされるということがありますので。 頑張ってちょっと難しめの話をすることになりますので経済学にあんまり馴染むのない方もたくさんお見えいただいているのですがその点ご容赦いただきたいということをお願いしたいと思いますで特に実はあの今日の内容はまあ、結構私もちょっと最近あの雑用と言ったら怒られますが。 副学長の仕事がたくさんありまして勉強が不十分でここ23年の最新の論文のフォローが十分ではなくて実は岩本君がいろいろ後で紹介してくれる内容を踏まえた議論をするんですが岩本先生の後で紹介する後ろの参考文献に載っておりますが。 行動経済学は政策をどう変えるのかという日本経済学会の昨年の石川賞受賞記念講演というのがありましてでこの資料が皆さんのに今の段階ではお手元に手に入りにくいものです。で山本先生はこれをできるだけ今月いっぱいぐらいに自分のホームページにアップするというふうにおっしゃっていますので。 それをご覧いただくと、私と岩本先生の議論の内容がある程度分かっていただけるというふうに思いますので、それをちょっと先にお断りしておきたいというふうに思います。だから実はもう一つ、本論とは少しずれるのですが、実は本論と密接に関係すると自分で思っている、こういう資料が配布しております。 でそれは実はあの4月にたまたま副学長という教育担当副学長という利権というか既得権益というかそれを乱用しまして共通教育通信という冊子の関東言を書くことにした資料でありましてそれがありますのでそれは後でご紹介いたしますがそれもついているというふうに <laughs> 思っていただきたいと思います。それから 配布資料のスライドの順序が一部変わっておりますのでそれは口頭で申し上げますがお許しいただきたいと思いますでさて今日の内容ですがまず最初15分ぐらいでこの前置きをお話ししますで次に行動経済学的接近による2つの社会保障論の提示ということをやりますで最後ちょっと時間がなかなか取れないのでちょろっと申し上げるんですがっていうのは実は えー、岩本先生は、えー、まさに、えー、私の分野の社会保障の、えー、むしろ私をはるかに乗り越えて、えー、幾多の業績を上げておられまして、えー、内容的に重なる部分がたくさんありますだから大竹先生は行動経済学という観点からこれは実は大竹先生とそれから、えー、司会をしてもらう、えー、井田先生両方なんですが えー、実はその後でスライドをご紹介いたしますが今日の夜のパーティーにお出いただく方には配布しようと思っている「行動・健康・経済学」という本が、えー、やっと出ましたっていうか実は私がサボっていたのでなかなか難しかったんですが私が伊、えー、田先生の努力のおかげで、えー、出ましたでそれについて、えー、おそらく、えー、大竹先生はコメントをいただくと思いますが。 実は、斉藤先生が私の専門とちょっと違います、で、金融の専門であります、しかしおそらく今般、今、アメリカに端を発した不況の原因は金融の問題であるということは大体ご存知と思いますので、ちょっと違う観点から、岩本先生にはコメントをお願いしたいというふうに思っておりまして。 その辺りコメンテーターの3人の構成が少し微妙に違いますのでこれを先に申しておきますさて実はお断りというのはさっき難しい話をすると言いましたが難しいという意味は2種類あると思いますでそれは1つは、えー、簡単なことを難しく言う人がいてだから難しいという話がありますね で学者は結構そういう傾向があります。でそういう場合の難しいとそれから、えー、知的水準がやっぱりある程度高くないと理解できないから難しいっていう2つあると思うんです。で私はその今今回頑張るのは後者です。<laughs> であのだから、えー、恐ろしいんです皆さん。わからないのは今日の話でわからないのは。 教師の方が悪いんではなく生徒が悪いんだということを申し上げておきたい。でどうしてこういうことを言うかというと実は今日一部の方は今の日本の社会保障をどうしたらよいかということを聞きたいと思って来られたかもしれません。しかしそれに関しては残念ながら今日は答えることができません。それはは理由は簡単でですに 岩本1996、それから私が93年に問題提起しっていうこ,ここで書いたいくつかの論文ですでに日本の医療保障制度はどうしたらよいかということはほとんど決着がついていますでしかし、えー、実現しないのは、えー、赤で書いた <laughs> 知性が低いからでありますつまりこれはどういうことかというと えー、利害対立があって誰かが得をすると誰かが損をするという意味であるとそれは知性の高さではありませんしかし実は低いというのはみんな得するのに制度を変えない目先のことにこだわって制度を変えないためにうまくいかないというのはこれはやっぱり学者のせいではなくてということが一つ。でただ 学者の反省もすすす。ぐ後ででやりますが、まあ、そういういことですで、えー、具体的にはこれから、えー、こういう1番2番の内容の問題提起をいたします。でその前に、えー、ちょっとだけ <laughs> 最終講義なんでお許しいただいて <laughs> 自慢話 <laughs> っていう <laughs> で実は私はあのー、まあ恩師の山田先生があそこにおられるんですがいろんなことをやらされました。 伊藤先生がおられるんですが伊藤先生は「あんたがミクロ経済学マクロ経済学をやらなさい」と言われたこともありましていろんな科目を担当いたしましたで器用貧乏かもしれませんでそれだけではなくてその経済学部の学生以外にたくさん講義をしましたで自慢再 <laughs> 下のような自慢でありますでしかし実は本当と言うと 最近になってやっと経済学は分かってきたという感じがあります。えー、卒業生の方はたくさん来ておられるのですが、えー、ごめんなさい。<laughs> でしかしといっても、えー、市場の機能が大切だよっていうようなこれ実は市場というのが大変大切なんだということを理解するというのは本当難しいんですね。つまり、 これは後の「恩情主義」という言葉が出てきますが、えー、実は多くのこれ特に日本人なんですが多くの日本人は何かどっかに偉い人がいてその人が僕のことを救ってくれるに違いないという発想で経済を考える人が多すぎるんです。ここれをを岩本先生に後で、えー、私が言ったことを できたら補強してほしいと思いますがちょっと違うと言われたらそれでもいいですが補強してほしいと思いますが市場というものの機能がすごい大切なことだということを実は経済学部の授業で2年ないし3年一生懸命教えるんですが分かってくれる人は非常に少ないです。でこれは実は実逆に言うと、 教師の方にも責任があったかもしれませんでしかしあの今日ゼミ生諸君おられたら思い出してほしい一点ありますそれはその次の話ですでこれは実はケインズの美人投票の話として有名な話なんですが、えー、その時に日本人の学生は特にみんなが ここういうふういにしてるるから僕もこうするみんなあんまり勉強しないから僕も勉強しないという学生が多すぎるんですね。でそこで私は、えー、そういう学生に対して「君そのみんなというのは誰のことだと? <laughs>」とアメリカの経済学をやってる学生イギリスの経済学をやってる学生みんな含めて勉強していないのかそれとも自分の周りだけか。えー、しかも、えー、小さな子供は みんなという言葉を自分の周りの二人ぐらいを、えー、一緒だったらみんなというだから、えー、人によってみんなの定義は、えー、どれぐらいの範囲を、えー、言っているのか誰か調査しなさい卒論を書きなさいとずっと言い続けてきたんですが <laughs> 残念ながら誰もやってくれませんでした <laughs> でこれ実は大変私は重要な意味合いを持ってい 美人投票の話は有名ですがその美人投票をする際のみんなが周りのみんなをどういうふうにみんなと思うかという話は研究があまりありませんですからこういう話を今卒業生の方に改めて <laughs> 申し上げたいと思いますでもちろん今言ったように分かりにくい 教えることが2年でちゃんと成功しなかったことに関して教師の側の反省も必要だと私は考えています。それは実は人間が分かりにくいという場合さっきの一緒で勉強しないから分かりにくいというケースと勉強したのに分からないという話が両方ありまして。 そういうことに関する研究は、実は今日文学部長のおさかさんがお見えいただいておりますが、実は心理学でかなり進んでいます。えー、こういう、えー、市川慎一さんの。で実は、えー、ベイズの定理というのがありまして、これは、えー、まあ正しいんです、間違いなく。間違いなく正しいんですが、ほとんど多くの優秀な学生が大学生ですよ。間違うんです。 でそれはなぜかという研究がありまして私はこれとさっきの話を結びつけてどうしてみんなが経済学をなかなか理解できないかについての研究をちょっと前から始めています。で近いうちにぜひこれは、えー、といっても西村の「近いうちはいつか分からん」っていうのはみんなに有名なんでわかりませんがまあそういうで例えば、えー「見えざる手」っていうことの意味は。 私は経済学の世界で大変重要な意味を持っている。例えば、えー、普通の人間はやっぱり何か自分が何かを支配しているというふうに思いたいという成功を持っていますが、えー、見えざる手の機能をする完全競争の世界というのはそういうことができない世界を想定しているんですね。ですから、 これはなないいその例として実は私は実は自営業者の息子なんです。で、えー、自営業者というのはねある意味とても悲しいもんであって自分で作ったもんや自分で売るもんを自分で値段をつけることができないんですあるいはつけることはできますが高くつけたら買ってもらえないしっていう。 度合いいがすごいんですでこれは実は後で大竹さんにコメントをお願いしたいと思いまして実は大竹さんも、えー、自営業者の息子なんです。で私は、えー、昔からさっき優秀な3人と言いました4人と言いましたが、えー、唯一この4人のうち例外は大竹さんでありましてこの大竹さんの経済センスのすごいいいことこの経済センスという観点から言うと。 この4人の人うち大竹さんがトップであります。えー、だから学信賞をもらったかそれは分かりません。それは別ですがセンスという点ではトップであるんです。でそれは家で親がお仕事をしているという姿を見るわけですね。でそうすると体験的にすごい一方ですごい辛い思いをするということを見ます。それがが、つ。ところが 数多くの研究でむしろ逆な研究成果があります。これは大竹さんが後でコメントをいただけると思います。それは、えー、むしろサラリーマンではなく自分で自分の事業をすることのできる喜びっていうのを感じる職業であるということです。で、詳細は後で。で、実はこの問題は。自営業非非 非正規雇用の話と密接に実は関係していますが、えー、時計台の向こうにテントがありますのでこれのコメントは今日は <laughs> やらないことにいたしますた,ただ実はこの本田由さんという東京大学の社会学の先生がおられましてこの方が非正規がどんどん増えているという話をされるんですが実は私は次の事実を しっかり見据えた議論である必要があるというふうに思っていますそれは、えー、自営業者は過去20年で900万人から600万人に激減いたしました、えー、家族従事者を含めると半減しましたなんででしょうでこの分ちょうど実は正規雇用は増えているんですねでしかしこの分ちょうど非正規が増えているっていうことですで 書いたようにどうしてでしょういろんな理由がありますこの研究は別途誰かやってほしいと思うんですが私の推測ではやっぱり若者の独立心が、えー、衰えたというふうに想像しますで、実は日本経済全体が今日の全体の論調としてさっき申したように一人一人が周りのことをあんまり考えないで 強くならないとこの経済は維持できないという根源的な問題意識があってその点から言うと大変つらいです。で実は独占・寡占状態の方がある種人間は達成感があって幸せなんです。しかし経済学者はそれは単なるレントスイーキングを有数に過ぎないという話を一貫してしてきました。えー、余談でありますが 今私は寮問題を担当しておりまして吉田寮熊野寮との諸君と話をするんですが彼らは自分たちが勝ち取ったあの自分たちが勝ち取った自治権というのを主張するんですが彼らは自分たちの中の寮生だけの自由を考えていて。 京都大学の学生全体の利益を考えていないということをついて今懸命に責めています彼らの権益は既得権益に過ぎないんですですからまあそういう話も冷凍してわかると思いますで、実はこういったことをもうちょっとしっかり教えるといかに経済学が分かりにくいところがだんだん分かるか それは実はさっき飛ばしましたが三囚人問題というのが面白いテーマとしてあってベイズの定理が理解しにくいんですがどうして理解しにくいかという話とそれに加えてそれを理解するためにはどういうふうにしたらよいかということをこの本が書いています。で余談ですがそういう話があります。さてやっと本論に近づきます。で 経済学の世界はミクロ経済学マクロ経済学基本的にはそうじゃない経済学もありますが多くの世界アメリカだけではなくて多くの世界でこの学問がずっと伝えられてきましたでその中で私は実は山田先生のもとでそういうことを勉強いたしまして そしてアメリカに行ってこの1年行動経済学という従来の正統的な経済学が扱わないことに関心を持ちこれを勉強を始めて帰ってきましたでその頃ちょうど伊藤光晴先生と出会いながら私の自身が非常に迷って たた研究生活を続けました一方でこの行動経済学に魅力を感じながら学会で泳いでいくためには新古典派をやる必要があるしかし本当は伊藤先生の言っていることが一番正しいとかいろんなことを考えながらこの時期を救ごしましたもうちょっと私が意志が強かったら もうちょっと仕事ができたかなという気持ちもじくじたる思いとしてありますただそれを置いておいて実は医療経済学をやりましたので、えー、感じていたことは実はお医者さんのような知的水準が高い人でさえさっきのベーズの定理ってこれは実は、えー、検診結果を読む時にすごい大事な定理なんですねで検診結果を読む時に 必ず間違うっていう研究がアメリカでありましてお医者さんがいかに法則的な間違いをするかっていうでお医者さんでさえそうなんだから患者はもっと法則的な間違いをするっていうことを考えていろいろやりましたが残念ながらその時点ではまあ一人寂しくやったということもありましてえ結、ー、実しませんでした。 でその後、えー、今日来ていただいている後藤礼君という、えー、医学部を卒業して経済を勉強した彼とそれから司会をやっていただいている井田先生と3人で勉強を始めて、えー、行動経済学を始めたわけでありますでこの行動経済学というのはちょっと時間の関係でゆっくり解説できません、えー 井田先生が地筆の西村無筆の西村に変えて井田先生が中高新書でもうすぐ書いてくれるそうなんで今日は省略しますがで医療に関してはこういうご紹介したような本が出ましたがちょっと時間の関係で省略します。で実実はは先ほどからご紹介ににもあったように実は 経済学が想定する人間像というのは非常にある種偏った想定をしていますそれは人間が間違うんだということをあんまり想定しない経済学でしたですから今回もこの本は副題に人はなぜ判断を誤るかっていう用語をつけておりますでなんで間違うんかであるいはタバコの例を考えてもわかりますが なんでバカなことをするんだなんで肥満は良くないと思いながら肥満になっちゃうんだっていうようなことにに,に関する研究なんですねで一方で経済学は基本的にはなかなか間違いませんという想定でやってきましたで皆さんそれだけを聞かれるとおそらく経済をおかしいんじゃないかと思われると思います ししかし実ははこれには深いわけがありますそれはみんなが間違うという想定をした経済学をベースにどうしたらよいかという議論を打ち立てるというのは大変難しいです。さっき冒頭に言いましたが100人のうち99人が間違えて1人が間違えないとするとこの1人の意見に従うのはいいことになりますね。しかしか みんながぐる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 間違えるというのが現実であるとすると99人が間違うことを想定して1人の人間を間違えない人を作り上げて独裁国家を作るということは比較的容易であります。ですから私の基本理念はもう一回言いますが人間は間違うんです。しかし、か 間違いないように懸命に努力するその人間像を想定した経済学でありたいというふうに思っているわけです。この点はまた後で山本先生のシビアなコメントがあるかもしれないのでよろしくお願いします。で、山本先生はこういうふうにおっしゃっています。で、これ大変面白くて最近アメリカの金融危機を見ると今申した 人間は間違うということを如実に表した事例であります。で、それを見て私たちはどういうふうに思うか。はい、えー、バカなアメリカ間違えるんだ。だからと安心していいんでしょうか、えー。みんな間違えるんだったら、じゃあどうしたらいいんでしょうっていう議論は全くないんですね。しかしこれが大変大事で、特に岩本先生は、 今の社会の風潮としてアメリカが、えー、の経済学はもっと間違えるということを強調するような流れが必要であるという観点から、えー、パターナリスピックティブっていうんですが温情主義的動機による政策というものを彼は、えー、アメリカに関しては容認しようとしています。しかしか日本ではは度に今度は 確固たる根拠なく、恩情主義的政策、つまり場当たり場当たりでこの人かわいそうだからこれにお金をいくら、えー、これ企業困っているからこの企業にお金をいくら何の考え方もなくやっているとおそらく近い将来これは少子化という大きな問題を抱えるこの国は 沈没すると私は考えますので岩本先生のこの確固たる根拠なく云々という指摘は私は全く同じ意見でありますただ、えー、一つ岩本先生とですからお読みの方は理解していただけると思うんですが実はご存知ない方にとっては今の話は大変難しい話岩本先生と私の 微妙な違いは書いたように確固たる根拠なく意思決定をする個人が、えー、これは勝手に私が作ってますが岩本君はけしからんと言ってるんだと思うんですが私は確固たる真根拠なく意思決定をする個人ができる根源は教育のせいだ <laughs> だから私が京都大学の 教育担当副学長として頑張りますというまあそういうオチがつくわけですがまあそういうところが微妙に違いますしかしこのサンシュタインとセーラーの議論というのは大変興味深い国際的な観点から興味深い議論であります次年金の話に行きますがちょっと今紹介した本を一つ右側の本としてありましてこのあとこのハッピーネス っていう本について紹介する内容になります本論ですさて社会保障ちょっと、えー、難しい話です、えー、今の今どうしたら良いかという話ではなくてもっとやっぱり根源的なところから考える必要があるそしてそのポイントは例えばちょっと考えただけでわかりますが年金制度をかつて政治家は100年 持ち答えることができるっていう言い方をしましたが、そんなんできるわけないというまず分からんということから出発するというのは私の今回の問題提起であります。三十年後の GDP がどれぐらいになっているかということは全くおそらく誰も予想できません。えー、経済学者以外の方は。 経済学はそれはまあある程度予想できるかなと思っている方もいると思いますがはっきり断言します。そんなんなできるわけとい,いうのがポイントね。そうするとじゃあどうしたらよいか。でそれは、えー、不確実性が著しく大きい時にどういう制度を作ったらよいかということで答えはまあ妙な表現で恐縮ですが。 柔軟で変更可能な制度を作るということであります言い方を変えるとこのようになりますでこれはこの後言うように年金制度に関してはスウェーデンの方式を導入し、えー、マクロ経済調整をやりましたでこれ例を挙げると実は30年後に例えば皆さん いくらぐらいのお金があったら安心して暮らせると思いますかっていう質問に対して自信を持って答えることができますかっていうのがポイントです。分かるわけないでしょ <laughs> いかかがですか皆さんで一応テレビなんかでインタビューするとまあまあこんだけぐらいは欲しいよっていうことを言いますが30年後ですよ。かかるわけないですでだから このマクロ経済調整という発想が大変重要です。で30年前から比べていかに私たちが予想を間違ったかという事例を3つ、えー、平均余命給料、えー、出生率出生率はこれ傑作で、えー、もう時間の関係で省略しますがなんとずっと外れた。で、 これに関して面白い話があってこういう予測をしたのは厚生省社会保障人口問題研究所の陰謀ではないかあるいは政府の陰謀ではないかという人がいます。いろいろ事情を調べて私は断言できます。誰も分かっとい,いう話をしたらある主婦が「はい私は分かっていました」って言われて私は。 ちょっっとショックだったんですが嘘つけてこれあの水かけ論になりますからどうしようもないですが分かるわけないですよこの時点でこの時点でこの時点でこの頃の出生率の予測は私は99%の人が当てることができなかったというふうにまあこの歴史家に検証はいただきたいですが思います。 でさて、えー、今年金の話をちょっとしましたで年金30年後の年金はいくらあったらいいでしょういかがですか皆さんでそのための参考としてじゃあ30年前の人間はどのように思っていたかで実は私は私は30年前あるいは正確に言うと、えー、28年前初任給 <laughs> その時もらった年あ払った年金保険料は、えー、4,000円いやらを、ね、しているから高いとかそういう常識がたくさんありますが実は圧倒的ななウエイトは技術進歩なんですでそれが医療費を上げるとすれば私たちは自分たちの将来に備えた医療費はどのように制度設計を、えー、の配分の仕組みは どのように制度設計したらよいかという問題が発生しますで結論今からやっぱり貯めておいた方がいいというのは岩本西村の結論でありますただ貯め方について若干岩本と私が違いますで私は、えー、とにかくみんな貯めたらいいという議論をしたら岩本先生があなたねって分かって話を作りますが。 えー、その私のことをはっきり言わないで淡々と彼は言っていますがえあなたね脚色してますあなたね予想できる技術進歩と予想できない分を分けた方がいいんじゃない分かる分は貯めたらいいけど分からん分は、えー、若い人と年寄りが後でシェアする仕組みの方がいいんじゃないっていうことを言っています、えー、ちょっと専門的 <laughs> すいませんで とにかく結論としてこのお金を貯めておいた方が良いという議論とこれが実はこれなんです。えー、年金も一緒貯めておきましょう。でいやこっちのがいいんじゃないでこれは少子高齢化社会が進むとちょっと考えたら分かりますがこれはとても不安です。そこで今、えー、多くの人は こっちがいいと思っていますで岩田先生は私もそうしかしさっきちらっと申したように技術進歩があんまりなくっていう場合はあるいは年金に関しても経済があんまり成長しない場合は実はこっちがいいんですがかなり成長する場合は実はこっちの方がいいんです、えー、ある種ネズミ工方式 <laughs> かもしれません、えー、これは実は、えー 昨年内緒で今の総長が講義をしたいかんとおっしゃるのでやってない建前で内緒で数回やったんですがその時にこの話をしたら優秀な学生が先生のモデルは発散しますよと言ってきましてなるほどと思った経験がありますがまああの経済の成長とで違います。ししかももう一つ難しい問題があります。 それは、新古典派モデルと社会政策モデルという言い方をします。で、これは、高齢者の幸せは、さっきからちらちらっとヒントを出しておりますが、皆さん、えー、自分が30年後、老後、年取ったとき、どういう状態が幸せと思いますかと、それは今から、えー、アリとキリギリスのような話で、自分はこういう発想が好きや。 自分のことは自分である人の世話にはならんというのはこの発想ですねでこれは若い者の世話になるという発想ですその代わり自分は年寄りを世話するという発想ですでこの発想の人は大体私の印象ではかなりしっかりした考えの人でありましてこういう人は30年後に備えて一生懸命貯金します。老後もちゃんとしした暮らしが できるようにと思って一生懸命直院しますそしてその結果として実現した老後はちゃんと自分の貯めた額に応じて幸福になるでしょうかおそらく私は違うような気がします。それは実は社会政策モデル。えー、簡単に言うとここが一番今日のポイントです。高齢者の幸せは 自分の所得だけのに依存するのであれば話はとても簡単なんですが実は若い人の所得との相対的な関係で決まるという仮説です。でどっちかいうとおそらく日本はこっちの方が多いと思います。しかしもうここまでいったら時間の関係もあるので飛ばしますが。 みんながこういう気持ちでいるとこのあと日本は大変なことになります。<laughs> で私はいつも例としてこういう事例を申し上げます。えー、30年前私にとってうなぎは大変、えー、ごちそうでした。1年に1回だけ土曜の牛の日に食べるうなぎのいかに幸せだったことか。ところが今、 毎月食べてもそんなまあちょっと味が落ちたとかいう意見がありますがよく考えたらそんな変わりませんよ <laughs> 昔私が食べたうなぎはそんな上等ではなかったですからそんな変わりませんしかし人間悲しいもんで若い人が毎日のようにうなぎを食べていると年を取った私も たくさん食べないと幸せにならないということを意味します。嫉妬心モデルですでこういう想定で社会を維持する場合と一人一人が自分の確固たる信念で自分の所得をに幸せを感じる他人,のいいですか他人の若い人の所得なんて関係ない自分の所得が 自分の幸せを決定するというモデルが、えー、新古典派モデルですでどっちでいくかというともう答えはっきりしていて私の結論は、まあ、これあでおあの竹先生がコメントをくれると思いますが、えー、社会政策モデルでこの社会を維持していくのは大変私は難しいというふうに思います。 でまあ以上が、えー、大体基本的な考え方であり、えー、ポイントは年金医療に関して若い人と高齢者がどのような割合でかかる費用を負担すべきかという議論を展開いたしましたでこの種の議論は実はもうあの十分考えていませんがおそらく、えー、社会学でいうちょっと省略しますが、えー、こういう。 議論としても成り立つ議論でありますで、この社会が今やっぱり真剣に考えるべき課題ではないかというふうに思います、えー、自分の幸せが人の所得によって左右される社会と自分の幸せが自分の所得のみによって左右される社会どっちでしょう私はもちろん結論は真ん中辺と思います しかし、えー、精神論としてはあるいは信仰宗教の競争としては、えー、自分の幸せは自分の所得のによって左右されるという人生を追求したいもんだというふうに思います。で、えー、時間の関係で今言ったようなことは詳細は省略します。で、えー、同じことが医療についても当てはまります。 医療も実は今、えー、圧倒的な医療費は高齢者が使っていますしかしそれを高齢者にみんな出せっていうのは至難の業ですですから若い人が今の高齢者の医療費をどの程度負担するといいかっていう議論がありましてこれが先だってのバカな政策実現に寄付したということの本質でありますで私は えー、この絵に関しては岩本先生の、えー、こういう世代間のシェアのルールをある程度考えるという指摘に全く賛成であります。で、えー、私の結論はその岩本説を登用いたしまして登用って盗んだってことですが <laughs> こういう結論であります。で、えー、しかし最後に。 ちょっと別の観点から話をしてこの報告を終えたいと思いますが、えー、そもそも高齢者や若年者の幸せ実はさっきちらっと申したように最近急速に幸せに関する研究が進んでいますでインチケなもたくさんありますしっかりしたものもたくさんありますそれを注意の上 例えば所得だけに依存して人の幸せが決まるというこれも経済学以外の人から見たらなんでそんな単純な発想をするんだと思われるかもしれませんが結構経済学はそういう考えでずっとやってきましたしかし働いているか働いていないかあるいは健康か健康でないかということは 所得と全く関係なしに人の幸せを大きく左右するという研究が急速に最近増えてきていますで、そういう観点からやっぱり私はもう少し幸福に関する研究っていうのをこれから進めるべきであるというふうに考えていまして実はこれに関してはちょっと残念なんですが京都大学ではなく大阪大学で <laughs> 大竹先生のもとでグローバル仕様をとってやってる研究で急速に今の話が進んでいるということをご紹介いたします。で最後この社会というのは急速な高齢化少子高齢齢化化少子を迎えます何を意味するかというとすごい大きな面で見ると一つ大事な単純な話がありましてそれは 労働だけでこの社会を幸せにするということが結構難しいつまり一生懸命過去に貯めたお金を上手に運用することによってリターンも上げるということもしないとこの国の維持が大変難しいということを申し上げておきたいわけですでそこで実は200兆円近くの年金基金というのがありまして 私は実はこれを医療関連のビジネスへ投資するで理由は簡単医療技術が進歩しさっき言ったようにほとんど医療費上がりますそうするとその場合はその医療費を上がることによって儲けた企業の株を持っている政府がリターンをたくさんもらって医療費をたくさん払えるようになるもし医療の技術が進歩しなかったら 株のリターンは上がりませんからその代わり医療費はあんまり払わなくてもいいというようなことができないかという、まあ、あくまでこれは試論でありますがもうちょっとこれは詳細にしっかり検討して議論したいと思いますが、えー、そういう問題もこれから特にこの日本のような少子高齢社会においては考慮すべきものではないかというふうに考える次第であります。最後に、えー、こういうい 発想についてはこの「アカロフとシラー」のこの本が大変参考になったということを申し上げたいと思います。で最後にこれ申し上げませんでしたが講談で実はさっき言った人がどのように謝るかどのようにうまく勉強しても身につかないかっていう研究がたくさんありますよ。でそれを使って 私が最後に申し上げることは大変パラドクシカルな話を申し上げてこの講義を終えたいと思います大学は当然知的水準を高める場所でありますですからみんなが勉強しサイエンスを発達させ社会科学がそれに対して貢献し そして人人間の生き様をを文科学が研究し、しいいいろんなことと知りたいと思います。しかし私の理想はそういうことを大学がやりながらこの社会がこれが岩本先生と遺憾が違うかもしれませんやりながら知恵も知識も全くない人も一緒に幸せになれる社会が 実演することも大学の大事な使命ではないかというふうに思うということを申し上げて、えー、終えたいと思います。えー、最後、えー、京都大学経済学で係りのあった先生方、同僚の方、卒業生の皆さん、在学生、長い間ありがとうございました、えー。あと私、1年半の任期でお世話になった京都大学に。 微力ですが、えー、貢献したいと思い、えー、あと1年半、えー、残していただくことになっています。今日はどうもご視聴ありがとうございました。